お前が買ったタワマンは親にプレゼントする。え、何言ってるの急に。そんなの許されるわけないじゃない。うるさい。逆らったら離婚だ。わかったわ。私はすぐに離婚届を提出して夫との離婚を成立させた。後日、何も知らない元夫は義両親と一緒に大きな荷物を持ってきた。おい、さっさと開けろ。何チェーンなんてつけてるんだ。あの、どちら様でしょうか。ここは私の家なんですけど。私の名前はのぞみ。35歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して3年になる。私たちの出会いは大学時代に遡る。同じ学部の同じ学科にいた私たちは、必然と顔を合わせる機会が多かった。ゼミも一緒だったので、そのうち仲のいい男女グループが出来上がり、私たちはお互いにその中にいた。だが特に私たちは恋愛感情はなく、いや、後に夫の方は私が好きだったことが判明するのだが、大学時代は付き合ったりはしなかった。そのままお互いに大学を卒業し、そしてそれぞれ就職をした。会社員になってからも、私たちのグループは定期的に会ったりしていた。飲みに行ったり、連休がある時はバーベキューに行ったりという感じだ。そのため私も彼もお互いの近況は知っていた。そして会社員になって数年が経った頃、仲のいいグループの中で結婚する人が現れ始めた。それからさらに数年が経ち、気がつけば結婚をしていないのは、私と彼だけという状況に。家庭を持ち始めると、なかなか集まりに参加できない人が増えてきた。そのため、なんだか誘いづらくなり、私と彼は二人で飲みに行くことが増えた。私たち、完全に売れ残った二人って感じだね。いやいや、だいたいメインの二人は最後に来るもんだから。あら、ずいぶんと自信があるのね。私は完全に出遅れた感あるけど、もう30代に突入したっていうのに彼氏もいないし。だから俺たちがメインって言ってるだろ。え、どういうこと？俺はそのずっとのぞみのことが好きだったんだよ。え、私は急に彼から告白をされて驚いた。そろそろ俺のことも恋愛対象として見てほしい。そう言って恥ずかしそうにしている彼。その日はびっくりしすぎて動揺してしまい私は帰ったのだが、それからというもの私も彼を意識するようになった。そしてその後、何度か会うたびに彼のことを好きになっていった。のぞみ、あの時はいきなり驚かせるようなことを言ってごめん。でも俺はのぞみのこと真剣に思ってるんだ。だから結婚を前提に俺と付き合ってくれないか。うん、私もマサトのことが好きだって気づいた。これから改めてよろしくね。こうして付き合うことになった私たち。ずっと友達だった関係がまさか恋人になるとは思わなかった。でも関係性が変わると、それはそれで新鮮な気持ちになるようで、一緒にいるだけでドキドキするし、今までとは違う感情が湧いてきた。そしてずっと一緒にいたからこそ、お互いのいい点だけでなく悪い点も受け入れられているから、すべてが愛おしく感じた。仲のいいグループの人たちに私たちの交際を報告すると、みんなとても喜んでいた。次は結婚の報告を待ってるね。早く結婚しろよ。二人の子供も早く見たいね。そういういじりをされて私と彼は苦笑いをしたが、友人たちの言葉は私たちの結婚を後押しした。交際を始めてから1年ほどが経った頃に、彼は私にプロポーズをしてくれたのだ。こう聞くと気持ち悪いかもしれないけど、大学時代からずっとのぞみのことを思ってきた。そして、その気持ちは今もこの先の未来も変わらない。だから、俺とこれからの人生をずっと生きてほしい。俺と結婚してください。そう言って指輪を差し出す彼。
私も彼とは結婚したいと思っていたので、プロポーズを承諾した。そしてようやく結婚することになった私たち。すぐにお互いの親に挨拶に行き、両家の顔合わせを済ませた。結婚式では大学時代の仲のいいグループの人たちをはじめ、たくさんの友人や職場の人たちが参列してくれた。な、やっぱり俺たちがメインだっただろ。最後の最後で花形が登場したって感じだろ。そうね、今日くらいは自画自賛してもいいかも。夫の言う通り、私たちの結婚式はすごくいいものになった。今思い返しても幸せでとても楽しい式だったと思う。それから新婚生活を始めた私たち。最初はとても楽しかった。結婚っていいもんなんだなと実感した。だがそんな中でもちょっとだけ問題はあった。それは義両親の存在だ。義両親はなんていうか古い考え方を持っている人たちで、私はいろんな価値観を押し付けられた。のぞみさん、あなた、いつになったら仕事を辞めるのかしら。え？嫁というのは、家庭に入って亭主を守るものだろう。大体、女が仕事を続けたっていいことなんてないからな。子供ができたら急に休んだり辞めたりするし、それで会社に迷惑をかけてるってことを自覚していないんだ。私は、義父のトゲのある言い方がすごく気になった。女性だって働く自由はあるし、子育てだけじゃなく仕事にだって打ち込みたい人もいるだろう。それに出産をするのは女性なんだから、そういう時に会社に迷惑をかけてしまうのは致し方ないことだ。それを周りが考慮してあげないといけないのではないだろうか。私はいろいろと思うところがあったが、ここで反抗してしまったら、義両親はもっと怒って面倒な発言をしてくるだろうと思った。義実家に行くのは正月とか法事の時だけだし、その時だけちょっと我慢していればいいだろう。だから、私は何にも言い返さなかった。まあ、だからといって仕事を辞めることはしなかった。それだけは譲れないというか、私が決めるべきことだからだ。その点についても義両親からは結構悪口を言われた。私たちの言うことを全然聞かないとか、生意気な嫁だといった感じだ。そうやって非難されるので、義実家を訪ねた時はできる限り義両親の機嫌を取るようにした。家事をやれと言われたら義実家での家事をやったし、義両親が好きなお菓子などは必ず持って行った。そのおかげで必要以上に小言を言われることはなかった。そんな風にとりあえずは義実家との関係も良くはないが、めちゃくちゃ悪いという感じにはならずに済んだ。そうやってちょっとしたストレスはあれど、トータルで考えると結婚生活はうまくいっていたと思う。だが結婚生活を始めてから3年が過ぎたこの頃、私と夫の関係に変化が現れ始めた。きっかけは私が昇進したことだった。ねえ、聞いて。どうしたんだよ。そんなテンション高そうにして。今度の春から部長になることが決まったよ。え？マジで？うん。この前頑張ったプロジェクトの成功が評価につながったみたい。そうなんだ。あれ、嬉しくないの？え？いや、もちろん嬉しいよ。というより、ちょっとびっくりしちゃって。俺と同い年なのに部長になるとかすごいなって。マサトだってすぐに出世できると思うよ。いつも一生懸命に仕事を頑張ってるじゃない。ああ、そうだといいな。私はこの時、夫が本心で何を考えているのかについて気づけなかった。夫はかなり悔しかったようで。私が昇進の報告をした時から少しずつ冷たくなっていった。なあ、今日の晩ご飯、なんだか品数が少なくないか。え、そう。別にいつもとそこまで変わりはない。まあ、仕事が忙しくなった分、一品くらいは減っているかもしれないが、
それでもその分一品の量を増やしたりして、お腹がいっぱいになるようにしている。少ないよ。ごめん。仕事が忙しくて、ちょっと品数減っちゃった。はあ？たく、そうやってすぐにサボるのかよ。え？やっぱり、女が出世するべきじゃないな。ちょっとどうしたの？どうもしねえよ。お前がそうやって仕事ばかりになって、家事をおろそかにしだしたから呆れてるんだよ。そんな、私、ちゃんと家事もやってるじゃない。そもそも、あなたはいつも家事は何にもしてくれないじゃない。共働きなんだから、あなたにだって家事はしてほしいと思ってるのよ。はあ？家事ってのは嫁のやることだろ。それをサボるなんてのはダメな嫁だな。なんか、お父さんたちみたいなこと言うね。あ、俺の親をバカにしてるのか。そうじゃないけど。いや、そうなんだけどね。私のことを、そうやって傷つけるようなこと言うの意外だなって思って。傷つけるって。夫は私がそうやって言うと、罪悪感が出てきたのか勢いがなくなった。とにかく、家事もちゃんとやれよ。夫はそう言って話を終わらせた。私はこの時に、夫が私の出世をあまり喜んでいないことをはっきりと理解した。それからは仕事に関しての話とかは、一切しないように気をつけた。私が気を使ったことでとりあえずは夫は落ち着いたようで、結婚生活を普通に送れた。そして一年ほどが経った頃、私たちは引っ越しをすることに。というのも、新しいタワマンが建ったという情報が入ったのだ。その情報を仕入れてきたのは夫だった。見てくれよ。このマンションすごく良くないか。え？タワーマンションじゃない。確かにいいところかもしれないけど、高すぎじゃない？いやいや、ここはやっぱり大きな買い物だとしても買うべきだろ。資産にもなるし、成功の証にもなるしさ。うん。しかも会社からも近いし、家事だってしやすくなるんじゃない？そうね。私は夫から提案されて少し悩んだ。でも確かに夫の言う通り、そろそろ新居を構えてもいい頃かもしれない。タワマン暮らしというのにも全く憧れがないわけでもないし、一度経験してみるのもいいだろう。私は夫の提案に乗り、タワマンを購入することにした。そして実際に住み始めたのだが、とても快適ですごく暮らしやすかった。やっぱり買ってよかっただろ。眺めも最高だし、すごく快適じゃん。確かにそうね。会社からも近いから、本当に便利だわ。私も夫も大満足で、夫婦の関係性も良くなった。これから子供が生まれたりしたら、さらに夫婦の仲も良くなるだろう。そんな風に思っていた。だが、またしても義両親の存在によって、私たちの夫婦の関係性が悪くなってしまうことに。あら、とってもいい家じゃない。すごく広いな。景色もいいし。そうだろ。めちゃくちゃ気に入ってるんだよ。マサト、すごいわ。こんな素敵な家に住めるなんて。自慢の息子だな。義両親は夫のことを褒めちぎっていたが、この家は私の稼ぎがあるからこそ買ったものだ。だが夫はそのことを義両親に伝えもせず、あたかも自分がこの家を買ったかのように振る舞っていた。まあ別に義両親も一回来れば満足するだろうし、彼らが何を思おうが私には関係ない。今まで通り、適当にうまく合わせて交わすだけだ。しかしそれから少し経った頃、夫はまさかの発言をしだした。お前が買ったタワマンは親にプレゼントする。え？何言ってるの急に。そんなの許されるわけないじゃない。うるさい。逆らったら離婚だ。夫はなんと私が購入したこのマンションを、
義両親にあげると言い出したのだ。しかもそれに反対したら離婚だとのこと。さらに夫は勝ち誇った顔をしながら離婚届を渡してきた。俺の箇所はすでに記入してある。俺は本気だからな。お前はバツイチになりたくないだろう。どうやら夫は離婚を切り出せば私がひるむと思ったようだ。そして義両親からタワマンを欲しいと頼まれているのだろう。いや、あるいはそもそもタワマンを買おうと言い出したのもこうやって義両親にあげることを想定していたのかもしれない。このタワマンが実家になればいずれ夫のものになる。そして義両親も快適な生活ができる。つまり夫は私を利用したいだけなのだろう。そのことを理解したとき、私の中で一気に夫に対する愛情が消え失せた。わかったわ。あなたの言う通りにするね。私がそう言うと、夫はニヤニヤしながら、そうだ、それが賢い判断だ。と言った。私はわざと塩らしくし、夫に服従したふりをした。夫は満足そうにしながら、引き出しに離婚届をしまい、自分の部屋に入っていった。翌日、私は夫が出勤するのを確認すると、会社に連絡して休みをもらった。そして、引き出しから夫がしまっていた離婚届を取り出して家を出た。私はすぐに離婚届を提出して、夫との離婚を成立させた。これで夫はもう終わりだ。この家は私のものだし、夫は赤の他人になる。そして家の鍵を変える申請も出した。元夫は私がおとなしくしているので、完全に私を服従させられたと思っているようだ。そして、近々、母さんたちをここに連れてくるから。と言った。え、私たちが新しく住む場所も決まっていないのに、もう連れてくるの？一緒に住むんだよ。は？嫌なら離婚だからな。まあ、お前だけ出て行ってもいいけど。そうやって笑う元夫。今のうちに、そうやって私を服従できていると勘違いしていればいいさ。後日、何も知らない元夫は元義両親と一緒に大きな荷物を持ってきた。私はこの日に元義両親がやってくるのを知っていて、元夫が迎えに行くというのも聞いていたので、そのタイミングに合わせて元夫の荷物を引っ越し業者に運んでもらった。ちょうど入れ替わりで元義実家から、元夫と元義両親がやってきたようだ。彼らは家の鍵を開けようとしたが、私はチェーンをかけていた。ドアが開く音がするが、家には入れず元夫が戸惑っている声が聞こえる。私は仕方なく玄関まで行った。あれ、どうされたんですか？おい、さっさと開けろ。なんでチェーンなんてつけてるんだ？そうやって叫ぶ元夫。私はとぼけながらこう言った。あの、どちら様でしょうか？は？何言ってんだ、お前。元夫は険しい顔をしながら、早く開けろよ。と怒っている。そして元義両親も、荷物がたくさんあるんだから早くしなさい。と口を尖らせている。どうして赤の他人を家に入れなければならないのでしょうか。は？あなたとは離婚したじゃない。え？元夫は目を見開いてびっくりしていた。お前、まさかあの離婚届を出したのか？ええ、あなたが嫌なら離婚なって言ってたから、離婚しようと思って提出してきたわよ。そんな。なんでそんなことを勝手に？勝手にじゃないでしょ。あなたここ最近は何かにつけて、嫌なら離婚なって言って私を服従させようとしてたじゃない。だからって本気で離婚届を出すバカがいるかよ。ここにいるわよ。まあ、あなたほどバカじゃないですけど。私がそうやって言うと、今度は義両親が怒り出した。離婚するのは構わないけど、その家に立てこもるのはやめてちょうだい。
そうだぞ。マサトの家を占拠するようなことをして許されると思ってるのか。ここは私の家なんですけど。あ、ですから私名義の家なんです。まあマサトさんがあなたたちにどう説明をしているのかは知らないですけど。嘘でしょ、マサト。元義両親に問いかけられて、元夫は気まずそうにしていた。この家は会社で部長を務めている。私の稼ぎのおかげで住めてるんです。っていうか安月給の彼だったらまずこの家の名義人になれませんから。私がそうやって言うと、元義両親は顔を真っ青にさせていた。マサト、本当なの？お前が名義人の家じゃないのか。ね、でもこいつが父さんたちにプレゼントするって言ったら、分かったって了承したから。私が了承したのは、嫌なら離婚なってところよ。この家をプレゼントするなんてことを承諾してなんかいないわ。そんな。そしてあなたの荷物はあなたの実家に送ったから。え、嘘だろ。あの家はちょうど売り払ったから、今月末までに完全に荷物を空にしないといけないんだぞ。知らないわよ。私たちはもう他人なんだから、自分のことは自分でやってちょうだい。そんな。許してくれよ。いいえ、許さないわ。これ以上居座るというのなら警察を呼ぶから。警察。元木実家の人たちは捕まりたくなかったのか、慌てて逃げ出した。それから実家に戻ったそうだが、もう売り払っていたため、すぐに部屋を借りなければいけなかった。だが年金暮らしの義両親では契約ができないし、安月給の元夫ではいい部屋は借りられなかったようで、現在はボロいアパートに3人で暮らしているらしい。元夫からはメールで復縁したいという内容の連絡がよく来るが、全部無視をしている。そして私はタワマンに自分の両親を引き連れて家族3人で暮らし始めた。これで元夫が来ても簡単に追い返せるだろう。両親もタワマンでの生活を楽しんでいるようだし、このまま家族仲良く幸せに暮らしていこうと思う。大体ね、あなたマサトにどれだけ自由にさせてもらっているか自覚してるの？マサトは大企業に勤めて月に50万も稼いでいるのよ。本来ならあなたは家庭に入って激務をこなして家族を守っている夫を支えなきゃいけないのよ。それなのに私がいくら言ってもあなたはそうやって生意気な態度を取ってくるわよね。いい加減もう限界よ。マサトとは離婚しなさい。そう言って義母は引き出しから離婚届を取り出してきた。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫のマサトとは結婚して5年になる。結婚してから私たちはそれなりに幸せに暮らしていたが、とあることをきっかけに私たちの関係は崩れていった。そのきっかけとは義母だ。私と夫はもともと2人で賃貸のマンションに暮らしていた。しかし2年ほど前に義父が病気にて他界。一人になった義母はやたらと同居を迫ってくるようになった。私は正直言って同居には反対だった。やっぱり夫婦2人で暮らしたかったし、同居をする場合は義実家に住むことになる。私は今の賃貸マンションがとても気に入っていたから引っ越しをしたくなかったのだ。だが義母は同居をしたいと言い出すようになってから何度も我が家に来るようになった。夫も最初はまだ同居しなくても母さんも元気じゃないかと言っていたが、義母が何度もやってくると面倒くさくなってきたのか、のぞみ、母さんがここまで行ってくるから同居してやろうと思うんだけどどう？と義母の推しに負け始めてしまった。結果的に2対1となってしまい、私は同居を承諾せざるを得なくなってしまったのだ。こうして始まった義実家での同居生活だが、それは地獄の始まりだった。
義母はとても古い考え方をする人で、嫁である私が働いていることが気に食わないらしい。どうしてマサトの方が先に帰ってくるのかしらね。普通は嫁は晩ご飯を作って夫を出迎えるものでしょう。遊ぶ金欲しさに働いて、家事がおろそかになるようなことをするなんて最低な嫁ね。義母はそう言って私のことを毎日のように責め立てる。私は遊ぶ金のためではなく、生活費のために働いているんです。私はそう言うが、義母は全く耳を貸さなかった。そうやってごまかそうとしたって無駄よ。マサトの稼ぎだけで十分なんだから仕事はやめなさいよ。義母はそうやって私に仕事を辞めるように言ってきた。母さん、やめろよ。のぞみは俺たち家族のために働いてくれてるんだから、そうやって制限させるようなことは言わないでくれ。でも夫は義母が私を責め立てると飛んできて私を守ってくれる。義母は一人息子である夫に言い返されると言葉に詰まってしまう。自分の大事な息子とは争いたくないという感じだ。のぞみさんに洗脳されてるようだから、私がいつかその洗脳を解かなきゃ。義母は夫がいない時に私にそう言ってくる。ただ嫁いびりがしたいだけなのか、それとも古い考え方で頭が凝り固まっているのかはわからないが、もう少し柔軟になってほしいものだ。そもそも同居を迫ってきたのは義母の方なんだし、夫が毎回私を守ってくれるので、夫がいる時は義母は私に対して口うるさく言わなくなった。だが少しでも夫がその場からいなくなると、ここぞとばかりに嫌味を言ってくる。どうしてあなたはマサトに食べさせてもらっているというのに食器洗いをマサトにさせているの？信じられないわ。これは私たち夫婦が二人で決めたルールです。マサトさんが料理ができないので、私が毎日作る代わりに皿洗いはマサトさんがやることになったんですよ。私がそう言うと義母は嫌そうな顔をする。私の時代はそんなこと許されなかったわ。それにあんなまずい料理を作っておいて、何上から目線でいるのかしら。もっと美味しい料理を作ってから皿洗いを頼みなさいよ。マジであんたの分だけ毎日飯抜きにしてやろうか。そんなことを本気で思った。私は基本的に薄味で調理をしていた。夫の健康診断の結果があまり良くなかったからだ。それに義母だって高齢だし、健康には気を使った方がいい。だから薄味にしていたわけで、そんな風に文句を言われる筋合いはない。嫌なら自分で作れっていう話だ。そして義母に対しては他にも不満がある。それは金遣いが荒いことだ。義母はすぐに新しい服とか高いブランド物のバッグなどを買い出す。買った服をいつも鏡の前で合わせているのを見て、私は顔をしかめてしまう。お母さん、また服を買ったんですか？何よ、文句あるの？別にあなたがお金を出しているわけじゃないんだからいいじゃない。マサトがたくさん稼いでいるから、あなただってこうやって裕福な暮らしができているのよ。そのマサトを産んだのは私なんだから、あなたは私にもっと感謝すべきよ。本当ならあなたが遊ぶために働いているお金全部私につぎ込んでほしいものだわ。私はゾッとした。義母なら私の給料をそのまま渡したらすぐに使い切ってしまいそうだ。絶対にそんなことはしないでおこう。幸い自分の口座の通帳はすでに電子に変えていたので、通帳を見られる心配はない。共有口座の方は私の部屋に厳重にして隠しておこう。それにしても義母に対して真実を言えないのはつらい。実は私と夫の稼ぎを比べると私の方がはるかに上だ。私は一般企業の会社員として働いており、現在は課長のポジションにいる。その上で土日は数年間の留学をして培ってきた英語力を生かしてオンラインでの英語講師をしている。
私は自分で言うのもなんだが、人気の講師だ。だから会社員と英語講師の収入を合わせると結構なものになるのだ。一方で夫はもともとは大企業で働いていたのだが、仕事が激務すぎて心を病んでしまった。その結果、退職することになり、現在はアルバイトをしながら再就職先を探している最中だ。とは言ってももうそんな生活を2年ほど続けているので、多分だが正社員の仕事を探すつもりはないんじゃないかと思う。同居をする際に夫は義母に心配をかけさせたくないからと、自分が心を病んで退職したことは話さないでほしいと頼み込んできた。もし知ったら前の会社に怒鳴り込みに行くかもしれないからだそうだ。確かに息子を溺愛している義母ならそういうことはやりかねない。私は夫の頼みを聞いて義母には収入については言わない約束をしていたのだ。だが義母はことあるごとに夫が稼いで私を養っていると言ってくる。義母の無駄遣いだって私の収入から出ているというのに、こんな風に言われて存在に扱われるのは納得がいかない。少しずつ私の中でストレスが溜まっていった。そんな中、ある日私のもとに友人から連絡が。彼女とは忙しくて半年ほど会っていなかった。だからいきなり連絡が来て嬉しかった。もしもし、どうしたの？あ、のぞみ。旦那さんってまだ再就職ってしてないんだよね。え、そうだけど、なんで旦那の話？いや、私さっき取引先のところから帰ってくるところで、車で街中を通ったんだけど、のぞみの旦那さんが若い女の子と腕を組んで、歩いているのを見かけちゃって。え、私は頭が真っ白になった。夫が不倫。そんな、ありえない。私たちは喧嘩することだってあるけれど、仲のいい夫婦だ。夫は義母から私のことを守ってくれるし、家では普通に会話もする。それなのに不倫だなんて。だが友人が冗談を言っているとも思えない。久しぶりの連絡だし、しかも仕事をしている日中にわざわざ電話をかけてきている。そんな悪ふざけをする友人ではない。私は夫を信じたい気持ちと不安な気持ちで心の中がぐちゃぐちゃになった。これはもう白黒はっきりさせるしかないと思い、私は興信所に調査を依頼することに。調査結果が出るまでの数週間は本当に落ち着かなかった。そしてそういう時に限って義母は面倒くさかった。マサト、私今度海外旅行に行きたいわ。え、海外？どうして急に？お友達がね、還暦のお祝いに息子さんからヨーロッパ旅行をプレゼントしてもらったんだって。だから私も今度の誕生日にヨーロッパ旅行に行きたくて。そうか、母さんは今度還暦か。夫は腕を組んで目の前で考え出した。いやいや、あんたが悩むことじゃないから。お金を出してるのは私。そして絶対に反対。私はそんなことを心の中で考えていた。夫に対して不信感を抱きながらも、まだ結果が出ていない以上、収入のことは言わないようにしていた。すると夫はいいよと承諾してしまったのだ。これにはさすがに私も止めに入った。ちょっとマサト。そんなこと勝手に決めないでよ。ヨーロッパ旅行って結構かかるじゃないのよ。私が慌ててそう言うと、義母が食ってかかってきた。何よ。あんたには頼んでないわよ。私はマサトにお願いをしてるの。家にお金を入れてない上に、家事もまともにやらないあなたが口を挟まないでちょうだい。義母は私に向かってそう叫んできた。そして止まらなくなったのか、さらにこう続けた。だいたいね、あなた、マサトにどれだけ自由にさせてもらっているか自覚してるの。マサトは大企業に勤めて月に50万も稼いでいるのよ。
本来ならあなたは家庭に入って激務をこなして家族を守っている夫を支えなきゃいけないのよ。それなのに私がいくら言ってもあなたはそうやって生意気な態度を取ってくるわよね。いい加減もう限界よ。マサトとは離婚しなさい。え、義母はなんと私に夫と離婚をしろと言ってきた。これには私もそうだが夫も驚いている。ちょっと母さん何を言ってるんだよ。離婚だなんて勝手に決めるなよ。マサト、あなたこの女に騙されているよ。この女はね、あなたを都合よく利用してるだけなんだ。だからこのまま一緒にいたらきっと不幸になるわ。だから別れなさい。そう言って義母は引き出しから離婚届を取り出してきた。まさかこんなものまで用意しているとは思わなかった。夫もびっくりしている。母さん、いい加減にしてくれよ。なんで離婚届まで用意してるんだよ。夫はどうやら私とは離婚をする気はないらしい。この時私は少しだけ淡い期待を持っていた。夫が私と離婚をしたがらないのは私のことを愛しているからだと。そして友人が見たのは他人の空似だと。夫は不倫なんてしておらず、ちゃんと私のことを思ってくれている。そう信じたかった。だから夫が拒んだように私も離婚届にサインすることは拒んだ。しかしそんな私の淡い期待はすぐに打ち消されることになる。興信所の調査結果が出たと連絡が来たので、私はそれを受け取った。中身を確認すると、そこには夫の不倫の現場を写した写真が何枚も入っていた。やっぱり夫は不倫をしていたのだ。私はショックだった。そして同時に激しく怒りが湧いてきた。家ではいい夫を演じておいて、夫は裏では若い女と楽しく過ごしていたのだ。不倫相手はバイト先のカフェの店員だそうだ。24歳で私や夫よりも実際も年下だ。相手がそんなに若いこともあったのか、私は一瞬にして夫への愛情が冷めた。そしてそのタイミングで義母が本当にヨーロッパ旅行を予約してしまった。もちろん私は行くつもりはなかったのだが、義母は勝ち誇った顔で、のぞみさん、あなたはお留守番よ。いつもマサトの稼ぎを好き放題使ってるんだからね、と言ってきた。ただでさえ私が行かないのに、嫁いびりがひどい義母と不倫をした夫の海外旅行費なんて出したくはない。だから私は夫に耳元で言ってやった。あなた、今回は自分のお金で行ってね。すると夫はかなり動揺して小声で言い返してきた。ちょっと待ってくれよ。夫婦のことなんだからちゃんと支払ってくれよ。あくまでも私に頼るつもりのようだ。この時、夫が私のことをお金を稼いでくる、都合のいい家政婦というふうにしか認識していないことがはっきりと分かった。私、あなたと離婚するわ。は？どうして離婚になるんだよ。私は義母にも聞こえる声で言っていたので、義母はとても嬉しそうに離婚届を持ってきた。やっとこの家から出ていくことにしたのね。マサト、よかったわね。これであなたのお金をドブに捨てなくて済むようになるわよ。ああ。夫はここまで隠してきてしまった手前、義母に対して真実が言えないようだ。義母に促されるままに離婚届にサインをした。私はそれを受け取り、じゃあ私が責任を持ってこれを出してきますから、と言って荷物をまとめて出て行った。義母は勝ち誇った顔でニヤニヤしながら、借金を背負ったって助けないからね、と言って私を見送った。夫は何も言わずに下を向いてうつむいていた。とりあえず私は実家に戻り、離婚届の自分の箇所を記入し、承認欄を両親にサインしてもらって離婚届を役所に提出。そしてもちろん弁護士を通して
内容証明を元夫と不倫相手の職場に送った。元夫の連絡先はブロックしているので連絡は来なかったのだが、その代わり元夫は一人で実家にやってきた。私は会いたくなかったので父が対応したのだが、元夫は慰謝料なんて支払えないということをひたすら言ってきたそうだ。義母がいないところを見ると、おそらくまだ義母には何も話していないのだろう。父が元夫を問答無用で追い返してくれたので、私は元夫の顔を見ずに済んだ。そして弁護士を通して分割でもいいから必ず支払うことを約束させた。だがそれから3ヶ月ほど経った頃、今度は元義母と元夫が2人で実家に押しかけてきた。私は両親の勧めで実家で暮らしていたので、ちょうど2人が来たタイミングに家にいた。今回もまずは父が対応してくれた。私と母は聞き耳を立てながら様子を見る。すると元義母の叫び声が聞こえてきた。どうして私たちの家のライフラインが全て止まるのよ。あんたのところの娘が何か細工をしたんでしょう。もしかしてマサトの給料を横取りしてるんじゃないでしょうね。そんな声が聞こえてきて、この人は逆にすごいなと感心してしまった。自分の息子の非は決して認めないんだな。あくまで私を悪者にしたいんだな。私はなんだか元義母が哀れに思えてきて、二人の前に顔を出すことにした。元義母は私に気づくと目を見開いて怒鳴った。あんた、やっと顔を現したわね。あんたのせいでマサトも私も大変な目に遭ってるのよ。どうやったか知らないけど、早く電気や水道を使えるようにしなさいよ。あんたのせいで私は還暦のお祝いのヨーロッパ旅行にも行けなかったんだから。そのように叫ぶ元義母に私は冷静に言ってあげた。離婚をした時点で私には公共料金の振り込みなどを行う役目はないです。その辺はすべて雅人さんにお任せしていますよ。ライフラインが止まるってことは、雅人さんの給料では支払えていないからじゃないですか。私がそう言うと元義母は声を荒げた。あんたバカなの。雅人は大企業に勤めていて、今は月50万を稼いでいるのよ。支払いができないわけないでしょ。どうやらやっぱり元夫は元義母に言っていないようだ。私は現実を教えてあげようと、自分の源泉徴収票を元義母に見せてあげた。こっちが会社の収入で、こっちが英語講師での収入です。英語講師。元義母は目をパチパチとさせている。そして源泉徴収票を見て目を見開いた。確かに月に50万ほどもらってるわね。それじゃあマサトの給料って。私と別れる直前のままだったら、カフェのパートタイマーだからだいたい手取りだと月に6万くらいじゃないでしょうかね。6万。そして不倫の慰謝料も支払わないといけないから、生活費に充てるお金はほとんどないんじゃないでしょうか。不倫。どうして。マサトは大企業に勤めるエリートサラリーマンじゃないの。元義母は自分が思っていたものと現実があまりにもかけ離れすぎて、今にも倒れそうだった。元夫は気まずそうに、か、母さんごめん、ずっと言えなくて、と謝った。すると元義母はとんでもないことを言い出した。のぞみさん、私が悪かったわ。何も知らないで勝手なことを言って。しっかりと反省するから戻ってきてちょうだい。この人は一体何を言っているのだろうか。よくこの状況で戻ってこいなんて言えますね。私は雅人さんと離婚してますので赤の他人です。戻る理由もありませんし、それに不倫されて嫁いびりまでされて、さらにはあなたたちをまた養わなければいけないのに、誰が好き好んで戻るのでしょうか。これ以上
ここに居座るなら警察を呼ぶので早く立ち去ってくれますか。私が冷静に淡々とそう言うと、元義母と元夫は、ひ、と情けない声を出して去っていった。一応私は接近禁止令を出して、元夫や元義母が私の前に姿を現したら通報できるようにした。その後の二人についてだが、元夫は私が内容証明を職場のカフェに送ったことから、職場の人たちから冷たい目で見られるようになり、不倫相手と一緒に自らカフェのバイトを辞めたらしい。だが慰謝料の支払いをしなければいけないので、現在はバイトを掛け持ちして結局激務で、心を病んだ頃と同じくらいの仕事量になっているそうだ。不倫相手には捨てられてしまったそうで、現在は元義母と二人で生活しているらしい。しかし元義母にだんだんと認知症の症状が出始めていて、現在は借金返済のために一生懸命働きながら介護もしなければいけないというハードな日々を送っているそうだ。ほんとざまあみろって感じだ。一方、私はそのまま実家で住み続けながら、ものすごい勢いで貯金をしている。現在はかなり貯めることができていて、近々投資にチャレンジしてさらに資産を増やして、数年後にはセミリタイアできるようにしようと思う。